MSTB ニュースをお伝えいたします。本田技研工業株式会社はスーパースポーツモデル CBR600RR をホンダドリームより9月25日に発売します。今回のパワーユニットはカムシャフトやクランクシャフトの材質変更、インレットポートの形状変更、スロットルボア径の拡大、バルブタイミングの変更を図るなど、給排気効率を向上させ、121馬力を達成しました。また、最新の電子制御も採用しております。スタイリングは、ウィングレットを左右のフロントカウル、前方側面に配し、コーナーへの進入時や加速・旋回における安定感をより高めております。メーカー希望小売価格は税込み160万6000円となり、9月25日よりホンダドリームにて発売を予定しております。以上、MSTB ニュースでした。はい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。お疲れさんでした。ですね、CBR600、はい、出ましたね。というかね、もうね、作んないかなと思ったんだけど、はい、ユーロ5っていうのがね、新しい規制で、はい、まあ、全世界でもう立てているんだけど、はい、まあ、それに対応せずに出してきてる。うん、ってことは、何年か売ったら、2022年かなまでで、もう、はい、製造できなくなってしまうのに、うん、新型を投入してきた。いや、その次も出すんだったらホンダだったら絶対にユーロ5対応して、はい、またその次って来るかもしれないんだけど、対応しなかったってことは、うん、やっぱりもしかしたらここまでかなというね。要はこの後も出なくなってしまうかもしれない。ああ、その可能性もあるんですね。あります。だけどやっぱり出してきたっていうのはですね、600ってもう最後の方はね、レースのためになんかちょっと作ってたような感じがあるんだけど、でもね、やっぱり直四エンジンとしてはものすごく面白いオートバイなのでね、例えば今 ZX25R がものすごく話題になってて、 MSTB でも乗りに行ってわーって騒いでるじゃない、楽しいって。本当の楽しさというかね、速さと楽しさの両立で言ったらもしかしたら600かもしれない。原点みたいな感じはありますよね。ものすごく良いところ取りみたいな感じで、1000RRR になると、はい、速さと楽しさというよりはもう速さ、速すぎるだろうっていう、そんなとこ行ってるんだけど、 ZX25 直四の250乗ると、うん、速さよりもまあファンライドがあり、速さでって言ったら25は25ない、うーんっていうとこだけど、600は速さと楽しさが多分融合しているので、本当はここね、あり続けたいとこなのよ。あり続けたいとこなんだけど、もしかしたら最後になるかもしれないよって言った時に、実は最後まで頑張ってたのが、ヤマハの R6。はい、最後まで素晴らしいマシンをですね、出し続けてあって、ただ川崎は 636cc で、はい、ちょっと排気量上乗せで、レースというよりやっぱりファンライド寄りで、はい、まあ、出しているので、この 600 シリーズの良いところがもしかしたら、はい、この後なくなってしまうかもしれない。あら、これはね、例えば ZX25R の時によく言われたことは、はい、うん、実は30年前にあったんですよ。みんな、ヤマハも川崎もスズキもホンダも、うん、250cc 直四ってあったじゃない、うん、それがすごい高性能 高出力で、うん、すごいマシンだったものが、はい、いろんな規制によって、うん、世の中から消えて早30年。でも昔を掘り起こしてみると、はい、実はすごかったんだっていう思いがあるじゃないですか。きょんちゃん昔を知らないかもしれないけど、はい、今こうやって昔のやつを掘り起こしてみると、はい、CBR250RR MC22 っていう頃だけど、はい、あれすごかったんだって、ね、今時こうやって取り沙汰していくわけよ、うん、その時に
川崎もあったよね、鈴木もあったよね、ヤマハもあったよねって言った時に、うん、じゃあどれが一番すごかったんだろうっていうと、うん、実は CBR 最後にものすごいいいマシンを出してたっていうのがね、へー、あったんだけど、この600でももしかしたら、あー昔のあの600シリーズ実はすごかったよね、最後すごいホンダの高性能が出てたよねっていう、うん、そこ取りたいんじゃないかなと思ってるの実は。あーこのシリーズの最高峰はホンダだぜっていうところを若干取りたいんじゃないかなと思って、そういう気持ちもちょっと俺の中ではね、綺麗に収まりたいというかな、いやいやいや、技術としてね、あのこれはね技術だけではない、技術だけで言ったらヤマハも川崎もすごい頑張ってるんだけど、最後に出せるかどうかはこれはね販売の戦力とか底力、最後にこれを売るぞっていうね、もうみんながなかなか手が出せない中で最後にホンダが技術もあり販売力もありっていうところで最後にいいマシンを出しておきたいっていうね、まあ、最後かどうかっていうのはね、まあ本当にまたユーロ5対応っていうのがあるかもしれないけど、お金がかかる割には台数売れないと作れないわけですよ。あ、そうですね、そこを頑張ってねこうやって出したっていうところで、俺はそこがね、なんだろうな、すごく乗っておきたいな、当然乗りに行きます私これ多分、うんうん、ただその時に、はい、どういう人向けなのかなっていうのをもう一回ね、あ、そうですね、見てみたいんです、うん、高出力高回転に対応ってよりパワフルってなってるけど、うんうん、街乗りなのかサーキットなのかどっち寄りなのか、うんうん、ホンダはね、600でもいつも街乗りの人のことをよく考えていた、うん、乗りやすさみたいなものをね、R6 はかなりレース寄りで、とんがってたから、逆にレースする人たちにとっては R6 はこう、なんていうのかな、崇拝されていたけど、CBR600 はね、やっぱりね、ストリートの人にもものすごくこうファンがいてっていうので、今回 1000cc の RRR がちょっと行き切ったんで、あれ随分行き切ってなんかストリートよりも全然レースみたいな雰囲気だったんで、600もこの高回転高出力って言った時に本当にそうしたのかどうか、いやー、ね、気になるでしょ、うん、確かにそこを考えると気になりますね、うん、未だに、はい、ストリートのね、はい、持つアイテムとして600が欲しいっていう女性だって多いはずでしょ、うんうんうん、その時に選ばれるか対象になるかどうかっていうのは、そうですね、ちょうどいいですもんね、うん、大型のステップアップとして600はやっぱり、うん、はい、そうですね、そこをね、私は、うん、まあ、実際に乗りに行って、はい、あ、これだったら街の人にも楽しいかなとかっていうのは、うんうん、やっぱり探っていきたいんだけど、そうですね、気になる価格、はい、価格、はい、価格がですね、うん、160万6000円となります。はい、600シリーズの中ではやっぱり値段もちょっと最高峰になりましたね。といっても、はい、R6 が159万5000円だったかな、うんうん、もうギリギリ揃えてきてるような感じ。そうですね、平均を、うん、そうですね、ただ、はい、馬力が121馬力と一応、はい、ヤマハの118馬力のプラス2馬力アップしてきたので、うん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 、ここはね、まあ意地でしょうね。そうですね、うん、少しでも、そんなところを見ながら、ただね、うん、クイックシフターがオプションでした。そうですね、うん、シフトアップダウン対応のクイックシフターがオプションで、こちらの価格が 26,950 円となっております。つけちゃえばいいのにね、もういや本当そう思いますつけちゃえばいいのにねって思うんだけどね、なかなかそうもいかない。つけたいけど馬力をねこうやってアップしてきて、うん、今2021年モデルとして今回出るんだけど、はい、2003年2007年2013年と、まあ、そんなに大きな、なんていうかな、技術的には細かい煮詰めをねレース仕様なんでやってきてるんだけど、はい、そんなに大きなこう仕様変化っていうのはね、もともと2003年の時に100、あ、100じゃないんだ、これ大事なニュースなんだけど、はい、実は2013年の最後の時までも、はい、日本で売る場合は日本仕様という自主規制の中で、なんとね78馬力だったんですね。あれ、海外で売る場合は119なんで、はい、日本で
しっかり売ろうとすると、うん、なんと78馬力の600だけど、それでも楽しく乗れるっていうのは随分体感はしたんだけどね、うん、要はストリートでやっぱりそんなに使わないから、あ、一応乗って楽しいと思うんだけど、はい、でも119あるものが78に抑えられてるってね、そこはねよく作ってたけどね。そうですね、今回、はい、統一です、世界統一です、121馬力そうそうそう、それがなんかね堂々と乗れるのも、はい、まあいいなって形ですよね。いやでも数字で見るとすごいですよね、プラス43馬力前回と比べてプラス43馬力ってすごいな、すごいことになったなと思うんですけどまあそれをね普通に皆さんが買えるようになりました。はい、あとあれですよね、うん、アシストスリッパークラッチはちゃんと標準装備になるので。あ、そうですね、はい、まあ、そういうなんだろうな、今の、うん、アイテム、はい、6軸じゃなくて5軸っていうのかな、電子制御、はい、ECU とかもおおむねほぼほぼ入ってきてますもんね、うん、はい、そうですね、うん、そういった意味ではね、うん、最新技術てんこ盛りっていうのをね600の中で、はい、まあ、最後の最後かどうか分かんないよ、他もやってくるかもしれないけど、うん、やっぱりギリギリホンダはねここ最後やってきてるなっていう、ちゃんと詰めてきてるなって。いや、本当ですね、今ねこんな世界情勢の厳しい中、よくこれをやっぱり出してくれてるなっていうのは、まあある意味ファンのため、そうですね、うん、まあ、このエンジンをねみんなに乗ってもらいたいなっていうところがあると思います。あとちょっと気になったのが、あのグリップヒーターがこちら、うん、まあ、23,100円なんですけれども5段階あるらしくて、おなんかこれ考えると5段階のグリップヒーターの設定って、うん、なんだろう、街乗りを考えてるのか、うん、とかなんか考えちゃったりしたんですけど、あ、全然もちろん街乗りですよ、うん、あのサーキットでも意外と使いますけどね、使います、くっついちゃってると。あ、本当ですか。冬の練習の時なんてグリップヒーターつけちゃいますからね、はい、あ、そうなんですか。なんかもう自然に温まるいや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 、あの真冬の練習の時だけはね、うん、グリップヒーターつけちゃおうって思うのは、うん、BMWS 線が、なぜかあのマシンにもグリップヒーターはほとんどついていて、はい、お、グリップヒーターついてる、つけちゃおうみたいな。そうするとすごくあの1日の練習がホットにできるという、うん、おー、本当はいらないよ、ね、本当はいらないんだけど、うっかりついてる、まあ、ついてるもんならつけちゃおうっていう、つけちゃおう、うん、あのまあ、こういった装備ももちろん、はい、当然ファンライドっていうところがあると思うので、うん、今ねポジションとかエンジンのね下の扱いやすさとかそういうものを、まあ、実質乗ってみたいなと思ってますけどね、うん、そうですね、うん、本当に、はい、あとね、はい、羽がつきましたね。あ、そうだあ、そうってそうだった、はい、これあのやっぱりちょっと注目アイテムなんですが、この羽効果があるかどうか。私は普通に走ってて効果を誰が伝えてくれるのか楽しみにしております。誰がって、いや、お風呂屋さんじゃないですか。え、あ、私私はあのもっと大きい羽を時速200キロでウィーリーさせたりとか、はい、200キロ以上からあの加速テストコーナーリングウィーリーとかして自分で体感して物事を言うにはもうちょっと詳しいテストというかね、実質的な比較とかをやらせてくれないと、さすがに体感してこれがすごい効いてるとは、うん、まあ、言わないから、この羽だと私は言わない。なるほど、うん、でも誰かが多分言ってくれると思う、すっげえこの羽効果あるって誰が言うか分かんないけど誰が言うか、はい、俺は楽しみだなと思ってる。そうですね、それは、うん、私もちょっと聞いてみたいなと思います、うん、それはでもね、はい、例えばCBR 今このねレーサーレプリカという形が当然のようにね、はい、フロントがスラントノーズっ ってね低いところからとんがって出てくる、うん、でリアがとんがってこうやって終わる、うん、この形状全ての空力を言ったら実はこうならないかもしれないんですよ。こうならないとは、あのもうちょっと、はい、なんて言うんだろうな、本当の人間を乗っけた空力考えるとね、もうちょっとボテッとした形になるはずなんだけど、うん、例えばこれがかっこいい形の中に、はい、今このウィングレットっていうのが一つ、まあ、つけられるようになったら、うん、これがかっこいい定番の一つになるかもしれないので、お、要は MotoGP ではまあウィングレットが効果あるっていう風になってるわけだから、はい、それのバージョンとして俺はこういうちょっとした羽をねやっぱりつけるは定番になっていくかっこよさの一つとして俺はまああっていいな、まあ、大きすぎず小さすぎず、最初 ね小さいなって思ったんだけど
逆に大きすぎるとこれは本当に効果を示していかなければいけないだろうし、そうですね、まあ、そういった意味ではスラントノーズ、リアテールウィングがピンと上がってっていう、もうね、レーサーとしてのかっこよさの一つの一文として見てもらえればいいかな。それでいてね、これがメジャーになればね、うん、それでいて突起物として危なくないなどなどホンダとしてはものすごく気を使った、これね、開発段階で多分でっかくなったり小さくなったりして、もう社内でケンケンガクガク、これじゃああじゃってなった中の形だけど、はい、今ね、いろんな角度でヤングマシン、ヤングマシンに今すごく乗ってんのよ、はい、ちょっとこれ持っていく、ヤングマシンのね、8月24日発売だから今出たばっかりでしょ、あららら、出たばっかりの、仮に、はい、チラッとね、そうチラッとしか見せられないんだけど、こちらですね、はい、なんと2003年、2007年、2013年、2021年モデルも比較、はい、さらに、うん、R6、うんうん、ZX6R とのスペック比較とかも載ってるのが出てる。もうこのニュースやる前に俺それ読んで勉強したから、ちょっと私見せてもらえなかったからな、今見ちゃおうかな。でっていうかね、まだね、発表したばっかりなのにヤングマシンの記事でチラ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 見せ、チラチラチラ、約ね、約20ページぐらいにわたって書いてんだけど、はい、もうこれ見れば、まあ欲しい人はね、ヤングマシンの今10月号、2020年10月号で8月24日発売後、これ見てもらえれば、まあほぼほぼ全てとその意気込みがわかる。あ、表紙はちなみに私が九州で乗ってきた ZX25R で、これの記事もガッチリ載っておりますということでね、ぜひヤングマシンをね、このニュースを見てビビッとした人はね、ヤングマシンを見て、まあ、購入していただいて、そうですね、なんかめちゃめちゃ詳しく載ってますからね、はい、私もまだちょっと読み足りてないんですが、最終的には CBR600RR がですね、最新型として2021年モデルとして、はい、まあ、登場という形になって、もしかしたらね、本当にもしかしたら、うん、このあと600シリーズっていうのがなくなって、はい、でもその7班でさえ最後に、はい、まあ、ちょっとこう消えていくようになって、うん、それは 1000cc っていうレースレギュレーションが上がってったのがあれだったんだけど、うん、その時も最終的にはね、うん、V 型の RC30、はい、RC45 っていうのが、うん、やっぱりホンダが最高峰としてこう残してった中で、うん、でもやっぱり売れなくなってっちゃうんでね、どうしてもね、あれしていくんだけど、やっぱり最後の最後にホンダがね、はい、ちょっと抑えてるっていうね、うん、ここずっと頑張ってきました、でも最後の最後にギリギリこう売れる台数がねないかもしれないけど、うん、最高の技術はうちが残しますみたいなね、一台ですよこれ。だからそのつもりで乗っていただくのも俺はいいかなと思ってます。あ、そうですね、うんうん、全然それだけで気持ち変わってくるでも何年か経つとまた同じようなものが出てくるかもしれないよあの今回30年後にもう一回出てくるかもしれないよ、はいうん、同じような馬力で その時も120馬力ぐらいかもしれないただ、規制、いろんな規制をかぶせられてでの同じ馬力が出たらすごいなっていうだけ で、はい、でね、今ユーロ5に対応していくとなかなかこの馬力を出せないんじゃないかっていうところでね、うん、逆に低い馬力になって出すと本当に売れなくなっちゃうんでね、はい、うん、でも30年ぐらいしたら同じ馬力出せるかもしれないとかね、まあ、そういう話ですよ。いや、はい、ホンダの CBR600RR がですね、はい、発売になります、はい、はい、こちらのヤングマシンでも詳細書いてありますので、ぜひ気になった方は買ってみてください。丸山さんが表紙です。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。